皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この時間は、小学校第4学年算数、小数の仕組みを調べようの学習をします。学習を始める前に、教科書とノートを用意しましょう。動画を見て自分で考えたり、ノートに書いたりするときには、一度動画を止めてください。作業が終わったら先に進めましょう。それでは学習を始めましょう。教科書の168ページを開きましょう。今日の目当ては小数の仕組みを調べようです。今日の問題は 2.618 の仕組みを調べようです。東京ゲートブリッジの長さは 2.618km です。2.618 という数の仕組みを調べましょう。まず、それぞれの位の数字がどのような大きさの数がいくつ集まった数か考えてみましょう。動画を止めて教科書の四角に当てはまる数字を書いてみましょう。書けましたか？それでは答え合わせをしましょう。2.618 は2と 0.6 と 0.01 と 0.008 を合わせた数です。2は1が2個。0.6 は0.1 が6個。0.01 は0.01 が1個。0.008 は0.001 が8個ですね。整数の2618の時と似ていますね。2618のように、それぞれの数は1000の位、100の位、10の位、1の位を表しています。次に 2.618 の位について考えてみましょう。2.618 の2は何の位ですか？そう、1の位ですね。では、6は？10分の1の位でしたね。それでは、1は何の位でしょう？ 0.01 は1の100分の1なので、100分の1の位と言います。そうすると、8はどうでしょう？ 0.001 が8個分という意味でしたね。つまり、0.001 は1の1000分の1なので、1000分の1の位ということになります。10分の1の位は別の言い方で、小数第1位と言いましたね。100分の1、1000分の1は小数第2位、小数第3位とも言います。では、ここまでのところをノートにまとめておきましょう。2.618 の2、6、1、8はそれぞれ何の位の数字でしょう？動画を止めてノートに書きましょう。できましたか？答え合わせをしましょう。2は1の位。6は10分の1の位。1は100分の1の位。8は1000分の1の位です。10分の1の位を小数第1位。100分の1の位を小数第2位。1000分の1の位を小数第3位とも言います。それでは、
今日のまとめをしましょう。四角に当てはまる言葉を入れて、ノートにまとめを書きましょう。書けましたか？今日のまとめを読んでみましょう。小数も整数と同じように、それぞれの位の数が何個あるかで数を表すことができます。それでは、鉛筆問題2と3をノートにやってみましょう。動画を止めて考えてください。問題が解き終わったら、動画を進めて自分で答え合わせをしましょう。できましたか？答え合わせをしましょう。1が3個で3。0.1 が4個で0.4。0.01 が6個で0.06。0.001 が9個で0.009なので、全部合わせると 3.469 になります。0.1 が7個で0.7。0.01 が2個で0.02なので、全部合わせると 0.72 になります。42.195 を位ごとに分けると、40と2と0.1 と0.09 と0.005に分けることができます。そうすると、42.195 は、40は10を4個、2は1を2個、0.1 は0.1を1個、0.09 は0.01 を9個、0.005 は0.001 を5個集めた数になります。最後に振り返りをノートに書き、今日学習して分かったことや難しかったこと、次に学習してみたいことを記録しておきましょう。以上でこの時間の学習を終わります。